こんにちは、キューブです。今回は前回お送りしたメガハウスアクティビルダークリットマンデラックスアシストウェポンセットの第2回ですね。アシストウェポンは全部で4つあるんですが、今回は残っている2つ、つまりこちらとこちらですね。バスターボラーとスカイビッター、これをこちらのグリッドマンと合体させて見ていきたいと思います。はい、前回パッケージやこのグリッドマンの素体の基本的な説明はもう終わっているので、今回はもう直接箱から出した状態からいじっていきたいと思います。こちらの2つのアシストウェポンセット、以前もご紹介した通りこういう風にランナーがそれぞれついていて、各機体の細かいパーツ類、それからこちらはケーブルのランナーですね。これをまず最初に取り付けていきます。最初はバスターボラーから。一番最初にこちらの赤いランナーですね。これは何かというとですね、このバスターボラーの横から見たとき、ここにちょっとこうミサイルみたいなものが見えてるんですが、ここの上に取り付けられるハッチですね。一見単色のランナーに見えるんですが、まあ成形は単色なんですけど、これちょっと映像だと映りにくいかもしれないんですが、ここに墨入れのようなディテールの黒い塗装が施されています。では切り出して取り付けていきましょう。特にランナーに番号などは振られていないので、4つすべて共通のパーツということでいいようです。取り付ける位置は先ほどもお見せした通り本体側面のここですね。黄色のミサイルの弾頭が6つあって、その上にヒンジ受けのような部分があります。ここに前から押し込む感じで取り付けます。これは上からとか下からではなく、前からにガイドが付けられているので前から取り付けると全然楽ですね。そして閉じるという感じ、これを4回続けます。2つ目を取り付け、反対側に3つ目、そして4つ目。はい、これで車体の部分は完全な形になりました。そうしたら次にケーブルですね。前回もお見せしましたが、こういった軟質のケーブルパーツがついてきます。今回のケーブルはバトルトラクトマックスと違って結構長いですね。ボラーの方が容積は小さいように見えるんですが、まあこれ使い方分かっている方はこの長さも理解できますね。非常に長い感じのケーブルが2本ついています。これはですね、ボラーのパーツが最終的に合体するフルパワーやパワードゼノンの頭を構成するゆえのことですね。ヘルメットパーツをかなり複雑に動かすので、それに対応できる長さになっているということです。ですね、こちらもバトルトラクトマックスのケーブルパーツと同様で、これ見えるでしょうか、上だけがこういう球体のついた形になっていて、下が筒状ですね。では取り付けていきましょう。まず最初にこのバスターボラーの後ろのメットパーツを外します。ちなみにですね、このメットパーツどういう風についているかというと、横から見てお分かりになるでしょうか。メットパーツの額飾りの横に丸いモールドがありますよね。これをこの部分の突起にはめるという感じなんですが、まあもう説明しなくてもお分かりの通り、この頭飾りの部分銀色をしているので塗装ですよね。塗装の部分をこの爪にかませるというか、まあ、突起にかませる感じではめるので、ちょっとここはですね、あまり何度も繰り返していると塗装に剥げる感じが出てくるかもしれないですね。まあ方向を気にすればあまりゴリゴリと擦らずに付け外しできるはできるんですけど、どこかに擦らなければいけないのはもう必然なので、まあここは回数を重ねるとちょっと危ないかもしれないですね。そしてケーブルパーツを最初に取り付けるのはこの部分ですね。見えるでしょうか、この車体の後ろの部分、ここに2つ穴が開いています。ここにケーブルパーツのこの球体になっている部分を入れていきます。こういう感じでちょっと最初抵抗があるんですが、そこを通り抜ければこういう風に中に入っていきますね。反対側も取り付け、こういう感じで、中に入れて、まあ別に中に全部入りきらなくてもこのぐらいの長さになればもうメットにつけられますね。そして先ほど外したメットパーツ、こちら側がバスターグリッドマン用、そして後ろがパワードゼノン用の頭になっているんですが、このパワードゼノン側の頭の方当ての下あたり、ここに小さい穴が開いています。これもすごい小さいのでちょっと映っているかどうかわからないですが、ここに先ほどのケーブルの反対側を差し込みます。それぞれ差し込んでいくんですが、差し込む時にちょっと注意なのはですね、こういう風に2つのケーブルが出ているんですが、この状態に対してこちらバスターグリッドマン用の顔が上になる形でこういう風に取り付けます。ここで左右を間違えると
後でメットを本体に取り付けるときねじれることになってしまうので、そこは注意が必要ですね。ただまあねじれるとは言っても、実はこのメットパーツパワードゼノンに合体するときには本当にねじることになるので、このケーブルもともとねじられる定めなんですけど、今回取り付ける際にはこういう風に平行になるようにして、これでこのバスターボラーのビークルモードのときに正しい形になります。先ほど同様に額飾りをこの突起部分に刺して、これだとこういう風にケーブルがちょっと長く余っている感じになるので、ケーブル部分を本体に収納させていきます。ただこの収納はですね、見ての通りかなり長い尺を収納するんですが、一方で本体に容積がないので、ちょっと下側へ逃がすことを意識する感じで収納するっていう風になりますね。完全にケーブルのもう片方の先までどこから見ても見えなくなる感じに隠れるとはならないので、このあたりはですね、ちょっと中に入れるときコツがいりますね。まあでもそんなに難しいというほどのこともないので、入れてやれば、はい、まあ大体こんな感じですかね。こんな感じにしてやれば、はい、大体いいんじゃないかと思います。ちなみに今回もこうやってケーブルで車体本体を吊り下げたりすることができます。ケーブルのハマりはかなりがっちりしていて、全然扱いづらさはありませんね。はい、では晴れてバスターボラーが完全な形になりました。それではビークルモードの見た目を確認していきましょう。はい、スタイルご覧になっていかがでしょうか。今回もなんというかバトルトラクトマックス同様に古い特撮の何とも言えない SF メカ感が出ていて非常にいいですね。そして色付けが今回もかなり細かいことがわかります。ですね、このキャタピラの中のあたりを見てみると非常によくわかるんですが、この後にガトリングとして使われる部分の周りのリールの赤とか、この部分も別パーツになっていてちゃんと赤くなっていたり、あと先端のドリルもですね、墨入れの部分にちゃんとこういう風に最初から黒が入れられていて、このあたりも赤く塗り分けられていますね。そしてこの胸パーツになる部分、このあたりも塗装が非常に細かく分かれていて、この頭パーツはまあ後でどういう風に使うかお見せした時より塗装が細かいことが分かってくるんですけど、ここもよくできていますね。下側から見た見た目も、まあケーブルがちょっと収納されている分ここに見えはするんですが、隙なく作られていて、いやーこれはですね、密度感のある非常にいい造形だと思います。そしてこのボラーの形に関してはドリルが2つあるっていう、この形状が昔の特撮の電光超人グリッドマンの時に出てきたサンダーグリッドマンのツインドリラーを思わせる形にもなっていますね。ですね、今回出てきているこの4つのアシストウェポンは全て実は前作の特撮の時のサンダーグリッドマンを構成していたアシストウェポンに大体近いイメージで作られていて、ギミックの構成もよく似ているんですよね。中でもこのツインドリラは特徴が非常によく似ていて、この部分はですね、前回の説明でこれ全部人間体があると言ったんですが、キャラクターになった時のキャラクターの髪型とかにも少し活かされてるっぽいですね。そういえば前回こちらのマックスの人間体の時どういうキャラかみたいな話をしなかったんですが、こちらのバトルトラクトマックスは割と人間体もこのタンクの見た目の通り大柄な男性っていう感じですね。ただ口の部分にお前それ絶対に悪役だろみたいな感じの謎のチンガードみたいなやつをつけていて、まあ見た目は怪しい感じなんですが、その怪しさに相反してですね、キャラクター的には最も紳士的で、まあなんていうか一番パーソナリティが見た目とは意外な感じかもしれませんね。対して今回のバスターボラーは、まあこれも言ってみれば見た目とキャラが意外といえば意外な組み合わせですね。一番背が小さくて細身で、頭も二つお下げみたいな感じになっていて、声もですね、結城葵さんが当てていらしたので、キャラ絵を見た段階ではほとんどの人が、もうコスチュームこそスーツであっても絶対女の子だろうって思ったと思うんですけど、実際出てきてみると男の子なんですよね。確かに声が結城さんで可愛らしい声なので、なんか女の子がすごくボーイッシュに振る舞っているみたいに見えるんですけど、性格ちゃんと見てみると、このボラーが一番男っぽい性格と見えなくもないですね。
あのこのボラーはですね、あのメインキャラの宇都宮のすねを蹴っ飛ばすっていうのをいつもやっていて、あれがまあ一種のトレードマーク的なコミュニケーションになっていたんですが、最終回だけあの蹴りをすかされるっていう、あれ良かったですね。宇都宮と心が通じたっていうことをすごい無言のうちに表していて、あれうまい演出でしたね。あれ個人的にはちょっと泣けました。なおですね、先端の部分がドリルということで、当然ながらドリル回せるようにはなっています。なっているんですが、この部分はですね、別の携帯での足の縦ロールみたいな関節を使って回す感じなので、いわゆるぐるぐる勢いよく回るっていう感じではないですね。あくまで回るようになっているというだけです。そしてこちらの後ろのキャタピラもですね、さすがにベルトで回るようにはなっていないですね。後ろから見てみても特にこういったコロの部分はなく、本当に造形だけになっているので、まあ走らせるといったことはできず、置いて飾るだけみたいな感じですね。ちなみに前回のマックスと並べて比べてみるとこんな感じ。こちらが蹂躙もタイヤがついている戦車ということで、かなり大型であるかのようなイメージに見えてしまうんですが、並べた感じは同じぐらいというか、車幅に関してはむしろ今回のボラの方が全然勝っていて、結構ボリュームでは負けてないですね。さて、それではこちらのボラーも横にグリットマンを出してきて、2つを合体させていくことにしましょう。合体してバスターグリットマンという形態になります。それではアクセスコードバスターボラー。完成、武装合体超人バスターグリットマンです。ちなみにですね、確かにこれでバスターグリットマンということなんですが、このモードで劇中で活躍していたっていうことはほとんどなかったですね。このドリルの部分を展開して、このキャタピラに当たる部分も前へ向けて、この部分の重火器類を前方へ向けた、いわゆるバスターモードって言われる形態の方がおそらく知名度が高いと思うので、そちらへまず変形させていきましょう。まず頭の上に来ているこの大きな2つのドリル、これを先端から割って4方へ開きます。こういう感じでパラボラ状になるっていうことですね。反対側も4方へ展開します。はい、こんな感じ。ドリルも割と長さがあったので、それが全部4方向へ展開して、なかなかケレン味のある感じですね。そうしたら次にこの横の部分を前へ出します。実は後ろへ向けると、この部分変形の時にも見えていたんですが、お気づきになったでしょうか。これ手で握るグリップですよね。このパーツがもともとこのキャタピラの裏側へ出ているようになっています。この部分を実際握れる位置まで持っていくっていうことですね。動かし方としてはこれが結構ですね、ヒンジを使ったパズルみたいな感じになっているんですが、こう動かして、さらにこう動かして、こうですね。反対側もやっていきましょう。まず90度逃がして、前へ持ってきたらこれをこう下ろして反対へ向けるという感じ。そうしたらこのグリットマンの、キャリバーを持たせる用の拳に付け替える必要はありますが、この腕でこのグリップを握れるようになります。そうするとご覧ください、こういう感じでキャタピラのサイド部分、こういう風に火器が集中している部分が前へ向きます。そしたら最後にこの部分、一番最初に別パーツで取り付けたミサイルのハッチですね、これを左右とも全て展開するように開いて、こうすれば、はい、この状態がバスターグリットマンバスターモード。この姿で劇中では主に活躍していたので、バスターグリットマンというとこっちを想像される方が結構多いかもしれませんね。ではプロポーションの確認はこの形態でやっていくことにしましょう。
はい、プロポーションなどご覧になっていかがでしょうか。いや、前回お送りしたマックス・グリッドマンもかなりトップヘビーの偏った面白いプロポーションでしたが、こちらもまた別の意味でかなりケレン味が効いていて面白いプロポーションですね。やはり一番目に入るのがこのドリル2つを全展開した大きなパラボラ。なんていうか、この十字型に突き出していることでトゲトゲしいものが全方向にあって、なんていうか、これがもう最終合体なんじゃないかっていうぐらいの上半身はそういう迫力ですね。そして下の部分にあるこのキャタピラの部分、これも前方へ回すことによって完全になんていうか車輪っていうニュアンスではなく、もう武器そのものに見えますね。そしてですね、このバスターグリッドマンはちょっと実はプロポーション的には偏っていて、一番その偏りが現れているのが本来はこの頭部なんですよね。頭部はこれは全合体用のメットと事実上同じメットを使っていて、ただ角の部分を展開していないだけなので、頭そのものの大きさがちょっと単体で合体するには大きめになるんですよね。実際設定画を見てもこの頭の部分が本来のヒーローっぽい体型よりは一回り大きめになっていて、そのあたりちょっとバランスが違っている感じになっているんですが、こちらはですね、その部分の大きさの辻褄はむしろ A よりもこっちの方がシビアに受けているはずなのに、割と騙し絵的な部分が効いていて、頭が極端に大きすぎるっていう印象がほとんどないですね。このあたり見た目うまい具合に調整しているなと思いますね。これは非常にいいと思います。こういう風にまあ真横から見たり後ろから見たりすると、体格に対して頭がちょっと大きめになっているなっていうのがわかると思うんですけど、前から見るとこの大きな2つのパラボラのアームに隠されて、サイドの羽の部分が正面からだとあまり強調されず、顔の大きさだけみたいに見えるんですよね。ということで、あまりおそらく前から見ている分にはプロポーションが崩れていないように感じられるんだと思います。これはなかなかいいですね。まあ元々このあまりに大きなパラボラのこのアームの部分に頭埋もれていること自体がどうなんだって思う人はいるかもしれないですけど、まあ確かにこれだけ大きいのでちょっと可動の制約とか受けていますね。なんですが、まあ全体的な見た目としては整っている感じなんじゃないでしょうか。これはいいと思います。それとこうやって全体を見てみたとき、はっきりわかるのが塗装色付けめちゃくちゃ凝ってますね。パラボラの内側、このセンターホーンがちゃんと部分的にゴールドになっているところ、パラボラの裏側のこの特徴的な青いクリスタル状の部分、そしてこの部分も先ほどお見せした通り、ミサイルの弾頭が全部12個金色で色が当てられていたり、リールの周りが赤くなっていたり、いや本当に小さいのに色付け妥協がないですね。このアクティビルダーは色に関しては本当によくそれだけ工程入れたなっていうぐらい頑張ってると思います。そしてそれでは次に変形なんですが、実は変形プロセス細かくご覧になった方の中には気づいた方もいらっしゃるかもしれませんね。一パーツ外す部分がありました。どこかというと、実はバスターボラー側ではなくグリッドマン本体の素体側からワンパーツ外すことになりました。どこかというと、まこのパーツ見ていただくとわかるでしょうか。めちゃくちゃ小さいのでちょっと映ってないかもしれないですが、要するにグリッドマンの胸のセンターにあるクリスタル状の部分、あそこのクリアパーツを外して、外した裏に現れるダボ穴にこの胸パーツの裏側にある突起をはめるという感じになっていました。ですね、本当のことを言うと、この胴体の中央部分にある腰にはまっているクリップ、このクリップにそこそこの固定力があるので、胸のダボ穴使わなくても、まあボラー単体なら支えられる感じになってるんですよね。なので、完全変形にこだわりたい派、あとまあ完全変形じゃないにしても、グリッドマンからこの胸の非常に特徴的なこれを取り外したくないっていう方はですね、この胸アーマーの裏側の突起をペンチとかで折ってしまうことで、まあ一応腰のクリップだけでもこの形を保てるといえば保てますね。そうなんですが、ですね、この合体用のピンはこのボラ単体との合体だけでなく、フルパワーグリッドマン全合体の時にも使用するので、その状態だとちょっと怪しくなりますね。固定がまあできないことはないんですけど、若干怪しくなるので、まあよほど完全変形合体にこだわりがあるという場合以外はちょっとピンは残しておいて、本来の使用通りに遊んだ方がいいんじゃないかと思います。あとですね、変形のもう一点特徴というか、まあ注意点として、この部分ちょっとこういう風にケーブルが長めに余っていますよね。こんな風に後ろへ U の字に垂らさなくても、これを全部中へ収納してしまって最適な長さまで縮めればいいのではないかと思ってしまうかもしれませんが、実はですね、ビークルモードの時も少し言ったんですが、胸アーマーの容積がそれほど大きくないので、このケーブルはあんまり全部縮めてしまうと縮めた先がこちら側へ出てしまうんですよね。
この合体した状態のメットに最適のところまでこのケーブルを完全に縮め切ってしまうと、ちょっとですねこの辺りの脇からケーブルの先端が出てきてしまって不格好になってしまうので、まあ、こういう風に一旦伸ばし切ってたわませて背中へ逃がすというこのやり方を覚えておくといいですね。説明書もこういう書き方になっています。それとですね、まあこれは変形のさせ方っていうのとは違うんですが、頭のメットのはめ込みのクリアランスがかなりタイトになっていて、ここはですね、まあはめる時にもちょっとやりづらさはあるんですが、外す時にですねこういう風に頭をざっくり持って引っ張るとグリットマンの頭ごと取れてしまうといった感じがちょっとありますね。まあ気をつけながらグリットマンの頭をこう後ろの手の指で押さえながら外したりすれば普通に外すこともできるんですが、ここはちょっと取り回しづらさがあるかもしれません。ですがまあこの大きさでこのギミックを全部再現しようと思ったらそのぐらいのことはないとっていう感じなんでしょうね。後ろにこういう風にパイプを逃がす関係上、この素材の反発力でメットが簡単に上がってしまうっていう風になってると、それはそれで別の遊びにくさが出てくると思うので、ここ固くするのは仕方なかったんでしょうね。まあこのあたりは多めに見たいと思います。顔のアップでーすとやりたいんですが、まあ顔のアップ一応見えるとは思いますが、かなりアームを上まで跳ね上げて避けないと、ちょっと顔全体の形状を確認しづらいですね。ですが確かに隠れてはいるんですが、この顔の造形とギミック自体は非常によくできていて、前回のマックスグリットマンと同様にこの部分、目の部分がバイザーになっているのが見えるかと思うんですが、この青い部分はクリアパーツになっていて、ちゃんと下のグリットマンのツインアイが覗くという感じになっています。さてそれでは一旦この段階でいつも出している12分の1のネゴシエーターを隣に置いて大きさを比べてみることにしましょう。いかがでしょうか。昨日も言った通りですね、足に何も足されていないので今回のボラーも単独で合体している分には背が高くなる方向の合体ではないんですが、ご覧くださいこのボリューム感。パラボラの先端まで合わせるとネゴシエーターと同じかちょっと出てるかぐらいの高さがありますね。これはいかに武装の大きさがケレン味が効いてる大きいものかっていうのが分かりますね。あのですね、頭の位置が変わっていないのでよくよくこうやって真横に並べてみて頭の高さをよくよく比べると前回の動画と同じ、だいたい胸かそれよりちょっと下ぐらいなんですけど、まあこうやって前を向けて比べてしまうとすごいボリューム感の差ですね。このあたり騙し絵っぽくて面白いですね。なお可動に関しては、まあグリットマンの素体の上から単にこの胸アーマーと頭の兜が被さっているだけなので可動は全く同じは同じなんですが、頭のメットがですね横のこのパラボラの支柱の部分にかなりがっちり押さえ込まれているので、頭に関してはまあ構造は持っているんですが可動の幅はかなり狭まるといった感じですね。上下に関しては多少動くは動くんですけど、左右はもうこのぐらいが限度というか、もうこちら側にこう向けてしまった時にパラボラと支柱が完全にこう見た目を塞いでしまうので、顔をどちらかへ向けてもそのニュアンスをこうあんまり確認できない感じですね。頭の部分はちょっとボリュームが極端なのでここはニュアンスがつけづらいですね。それ以外は全部元々の素体の通りに動くと思います。アシストウェポンもグリットマンの素体もどちらも非常にフレキシブルに動くので、こんな感じでオープニング映像で1カットだけ出てくるこの戦車のようにバスターボラーを装着したこちらの形態も再現することができます。以上バスターグリットマンに関してお見せしていきました。それではここからはもう一つのアシストウェポン、スカイビッター、こちらを見ていきます。はい、それではですねここから先のものをご紹介していく前に、まずこちら前回のパーツ一覧でもお見せしたんですが台座用の部品群、これを組み立てていきたいと思います。というのもですね、次にご紹介するスカイビッターはまず航空機モードということで浮かせてディスプレイすることになりますし、合体した後のスカイグリットマンの状態でも足が設置を度外視した形状になるので台座がないと飾れないんですよね。なので先にこれを組み立てていきます。まずパーツをそれぞれランナーから切り離し、基本的にそれぞれの部品に番号が振ってあったりといった複雑なものではないので割と全部離してしまっても大丈夫ですね。でまずトップがこちらの部品、それにこの部品を接続して、そこからは同じ部品が2つですね、この長い支柱を1本そして2本つないで、一番下のこの輪にこちら太い方の軸があるパーツをつけた後、こちらの台座に差し込んで、はい、完成しました。もうこれだけのごくシンプルなものですね。
パーツがそれほど細かく分かれているわけではないので、この部分の突起だけを回したりといったことはできません。ここからこういうふうに上げたり、この軸で左右に動かしたりすることはできますが、基本的にはこの部分がこの90度弱のところまでしか曲がらないので、ここが長すぎる高すぎると感じる場合には1個これを外すといった感じになると思います。では詳しいレビューに入る前に、今回も恒例こちら、最初に取り付けるべきパーツがあるので、これを組み立てていきます。まず1つ目のこちらはウイングですね。戦闘機のカナードの位置につける翼を組み立てて取り付けます。パーツは4つだけで、特に番号も振られていなくて、これも簡単な構成ですね。こういう風にちょっとお分かりになるでしょうか。銀色のラインが初めから入っているので、塗装なども必要ありません。誰でもパチパチと組めると思います。はい、4パーツ切り出しました。こちらの大きい方のパーツだけはですね、このちょっと繊細なヒンジの先端にゲートがあるので、ここを切り取るとき少し気をつけた方がいいですが、まあ簡単にできると思います。そうしたら今言ったそのヒンジの部分に小さい方のウイングを取り付け、要するにこういう風に下へ折ることができる1枚のウイングを作るということですね。そうしたらウイングをこちらの本体へ取り付けていきます。取り付ける場所はこの部分にあるこのヒンジ受けですね。これに下からはめ込む感じで取り付け、はい、こういう感じになります。なんですが、ここでちょっと注意が必要でですね、このウイングは単体を組み立てるときには部品に左右の違いはなかったんですが、ウイングにして本体に取り付けるときには微妙に左右の違いがあって、どこかというとこのヒンジ部分ですね。この2つを組み合わせるとき、当然ながらヒンジには受け側とそれとは反対側があって、このウイングとして取り付けるときにはこの受けとは反対の側がトップに来るようにします。要するに下から見たとき受け側だけが2つ並ぶという風に、こういう向きにします。ここだけは注意が必要ですね。あのですね、説明書にはこのあたりが図を参考にと1行書いてあるだけなんですけど、図があまりに小さくて向きがちょっと分かりづらいんですよね。ここはもうちょっときちんと説明が欲しかったところですね。そうしたら最後にこちらケーブルパーツを今回も取り付けていきます。ご覧になってお分かりの通り、このビットにはですね、ケーブルが4つも付いてるんですよね。長さもこれまでのものでおそらく最長のものじゃないかと思います。このケーブルパーツ4本を取り付けるにもかかわらず、なんとビークルモードではスカイビッターはこのケーブルが外から全く見えない感じになるんですよね。このあたりの構成は非常に見事だと思います。このスカイビッターのケーブルを完全に伸縮で再現しているのは本当にすごいなと思いますね。よくやろうと思いましたね。組み立て方としては、まずこの部分で外れるようになっているので、ここを外します。そうしたらここからさらにこの部分も外れるようになっているので、ここを外します。そうしたらこの中間の部品に対して短い方のケーブルを取り付け、この例によって玉になっている側をこちらに差し込む感じでケーブルを取り付けていきます。少し中に入る感じになりますね。反対側にも玉になる方を機体側にして、こういう風に入れる感じで、こういう取り付け。そうしたら先端にこの筒型になっているもう片端を両側に取り付けて、こういう感じにつなげます。一瞬このケーブルを取り付けた時、後ろのパーツの大きさから言ってこんな長いケーブル中に入らないんじゃないのって一瞬思ってしまいますが、まあ実際取り付けるとですね、簡単に力をかけただけだとここで一回止まるっていう位置があるんですが、そこからさらにこういう風に力をかけていくと、ちゃんとケーブルが全部収納されます。これすごいですね。どういう風に曲がってどういう形で中に収納されているのかは、全部の角度が閉じられているのでもう分かりません。ですが入れればなんとか収納はできます。これすごいですね。そうしたら次にこちらの長い方のケーブルパーツ、こちらはかなり長いですね。それをこちらの後ろの部分のこのサイドの穴、ここに玉がついている方から入れ込む感じで、こういう風にします。反対側も玉のついている側から入れ込んで、はい、こういう感じですね。こちらは中のクリアランスがあることがもう一目でわかるので、こういう風に縮めてこのぐらいの扱いやすい長さにできます。そしたら先ほど作ったこちらのユニットのちょうど受けの部分にケーブルをすべて差し込めば、こういう感じで
全体を元に戻すことができます。ご覧ください、先ほどの長いケーブルパーツ4本が完全に中に収納されて外から見えなくなりました。これすごいですね。こういう構造で組み立てたわけなので、まさに劇中でスカイビッターが披露した、ここが外れてケーブルが伸びて、さらにここも外れてケーブルが伸びるという、この状態がそのまま再現できるようになっています。これすごいですね。しかもこういう感じで一番トップを持った状態で全体をぶら下げられるぐらいの強度が一応あります。これはですね、さすがにそれぞれのパーツが小さいのにケーブルが長めなので、ちょっとですね、特にここですかね、この機首部分をこちらへ戻す時の戻しが、ケーブルに2回目以降はちょっと収納時の癖がついた感じになるのでちょっと戻しづらいですが、まあでもやればやれないことはないですね。ここちょっと繊細ですけど、こっちの方は別に普通に収納できるので、この辺りのケーブルの構造はですね、やろうとしていることのダイナミックさ、大胆さの割に扱いがまあまあおもちゃ感覚でできて、これを実現しているのは本当にすごいなと思います。では改めてこの完成したビークルモードというかジェットモードの状態の見た目を確認していくことにしましょう。ですね、テーブルに置いた状態で回してもいいんですが、このスカイビッターはですね、まあまあ水平に置けはするんですが、ご覧の通りランディングギアに当たるものがないんですよね。なので先ほどの台座パーツに取り付ける感じで見ていきます。スカイビッター側の取り付け穴はここですね。ここにこういう感じで取り付け、ですね、ご覧になってお分かりの通り、取り付ける穴がスカイビッターのかなり前に寄った位置にあるので、おそらくディスプレイするときにはですね、こういう感じ、台座の文字のこの前側が機体後ろ側に来る、こういう感じのディスプレイになると思います。では改めてスタイルを確認していくことにしましょう。はい、シルエットご覧になっていかがでしょうか。割ときちんとジェット機ですね。こういう変形合体前提で怪獣と戦うみたいな感じの SF ジェットって、アニメによってはこう箱になんとなく翼っぽい板がついてるだけでもジェット機の扱いでいいだろうみたいになってるやつそこそこあるんですけど、これはきちんとエアクラフトっぽい形をしていて、はっきりジェット機ですね、飛ぶ形をしてると思います。箱っぽい胴体に対して先端もこういう風にちゃんと流線形のノーズになっていますね。ただ全体のシルエットとしては割と独特で、まずこの機首部分が機体の長さに対してかなり短いことに加え、この辺りのカナードに当たるような部分がかなり大きくて、全体的に4つのヒレを持つ水生動物のようなものに見えなくもないような、ちょっと珍しいシルエットだと思います。この部分後から取り付けた部分なので、最初にパッケージに入っていたこれがない形の方が戦闘機としては割とそれっぽいシルエットだったかもですね。これがないと機種が短いせいで、なんて言うんでしょう、デルタでは全然ないんですけど、デルタ翼機みたいな感じにも見えるような、割と三角形が強調されたシルエットっていう感じを受けます。小さいですがちゃんと垂直尾翼に当たるものもここにありますね。このスカイビッターにも人間体はあって、劇中にキャラクターとしてちゃんと登場したんですが、新世紀中学生、要するにアシストウェポンが人間体になった4人の中でこのビットの見た目が一番見た目的にまともでしたね。他の3人は年齢感、体格、体に身につけてるものなんかから言って、特にマックスとキャリバーの2人なんかは1人で街にいたら職質免れないなっていう感じなんですけど、このビットだけは、気のいいイケメンお兄さんみたいな感じで見た目は普通だったんですが、このビットはですね、すごい独特のパーソナリティの持ち主で、チャラくはないんですけど、何事にもいい加減で省エネみたいな感じで、見た目に反してこいつ責任あること何も任せらんねえなみたいな、ヒーローサイドにはあんまりいないタイプのキャラクターで結構面白かったですね。アシストウェポンとしてグリッドマンに呼び出されている時にはさすがにまともに働いてましたけど、それ以外の時は仲間からもお前ちゃんとしろよみたいなツッコミを常に受けているような独特のキャラクターでしたね。ちなみにこのジェットモードにおけるギミックというのは特にないですね。まあ可変翼っぽくこの翼を閉じたりすることはできるんですけど、閉じられ方を見てわかるように普通の戦闘機の翼の開閉とちょっと違っていますね。なのでこのモードでのギミックは特にないと思います。ではこれまでにご紹介してきた他のアシストウェポンとこちらのスカイビッターを並べてみることにしましょう。いかがでしょうか。見ていただいてお分かりの通り、ダントツでスカイビッターが大きいですね。
まあボディの部分だけで比べるとそれほど大きくは違わないんですけど、でもボディだけのボリュームで見てもスカイビッターが一番大きいと思います。ですね、全長でこのスカイビッターに次ぐ長さを誇っているのは、実は意外なことにこのグリットマンキャリバーですね。これがいかになんていうかグリットマンの素体に対してオーバーサイズの武器であるかがわかります。さすがにスカイビッターの方がちょっと長いですけど、まあ迫るぐらいの長さがありますね。バトルトラクトマックスなんかと上向きに比べてみるとこんな感じ。こっちが蹂躙もタイヤがある戦車ということで、割と大きさを想像させる車種なんですが、こうやって見ていただくとお分かりの通り、ボディの部分だけで比べてもこっちの方が大きい上に、翼まで含めると本当にもう倍あるかっていうぐらいのボリュームの違いですね。そしてこうやって4つのウェポンを全て並べてみると、改めてこれらが昔の特撮の電光超人の方のグリットマンの武装の形に習っているということが分かりますね。こちらのグリットマンキャリバーに当たるものは当時まああったにはあったんですけど、合体には絡まなかったんですが、この3つに関しては戦車、ドリル戦車、ジェット機ということで、中盤から登場したいわゆるサンダーグリットマンを構成するためのものと完全に同じカテゴリーの乗り物に揃えられています。このあたりは当時を知っている人からすると嬉しいですね。ではいよいよこちらのスカイビッターに関してもグリットマンの素体を出してきて合体を再現していくことにしましょう。それではアクセスコードスカイビッター。完成、大空合体超人スカイグリットマンです。ではスタイルを確認していくことにしましょう。先ほども少し触れたんですが、こちらのスカイグリットマンはご覧の通りつま先を下へ向けた状態がデフォルトみたいなんですよね。まあ設置するときにつま先を上げて立つということもあるんですけど、基本的にはこの形が標準みたいなので、設置が度外視された形状になっている関係から、今回はスタンドを使って回してお見せします。はい、スタイルをご覧になっていかがでしょうか。これまでの2つも結構極端めなシルエットでしたけど、今回も今回でなかなかに極端なシルエットですね。今回強化されているのは主にこの足の部分、そして背中に大きなバックパックがついて翼がついていることで、もうまさしく説明なしでもこれは飛ぶだろうっていうスタイルですね。このスカイグリットマンはまさしく空飛ぶ怪獣を相手にするときに使われた形態で、劇中だとですね、本体が非常に高い空の上にいて地上に端末だけを下ろしているっていう感じの怪獣が、最初端末が本体かと思っていくら攻撃しても全然倒せないということで、本体のところへ行くためにこの形態合体したっていう感じの使われ方だったんですが、その1回前のエピソードで街の外側には何もないよみたいな感じのエピソードが来た直後に高い空へ飛び立つっていう感じだったんで、この間のエピソードの直後にこの街の空撮が見えちゃうかもしれない感じの空戦バトル大丈夫なのみたいな、ちょっとそういう別の意味でハラハラする感じのバトルでしたね。後ろから見てみると、先ほどから何度も言っているこちらのケーブルがこういう風に全体をちゃんとつなげている状態であることがわかります。これを再現しているのは本当にすごいですね。ちなみに今つけているこのスタンドなんですが、スタンド取り付けに使っている穴はジェットモードの時に使った穴と全く同じものです。なんですが、合体する時このユニットの底面側がグリットマンの素体と向き合っているので、穴が素体と後ろのブロックの間に挟まれる位置に来るんですよね。なのでスタンドの支柱もこういう風に中に挟まれる位置につける感じになります。ちゃんと挟めるだけのクリアランスは取られていますね。そして合体プロセスに関してはご覧いただいていかがだったでしょうか。バスターボラーの時と同様に取り外す部品が1つありました。しかもバスターボラーの時と同じようにグリットマンの素体側から外すパーツですね。背中にあったコンバーターのこのちょっと小さいので、あまりにちょっと小さいのでなかなか映りづらいんですが、ピントが後ろにあっちゃってますね。この部分、バックパックの中央にあった部品、この丸いディティールの部分ですね、このあたりを外すことで背中のユニットを合体させるという感じになっています。まず1つ目、足の合体。
足の合体はですね、グリットマンの素体の足が中に深々と入るので実際の劇中ではやっていないこのすねの部分のカバーが開くという感じの変形を取り入れているんですが、ここに関してはですねちょっといくつか問題があって、まず一つ目、説明書だとつま先を伸ばしたままでここを引き上げるとなってるんですが、まあ確かに引き上げられるんですけど、この部分のつま先はここを伸ばしたままだと微妙にここを上げた時このあたりのクリアランスが干渉するんですよね。なのでつま先が伸びたままでこのパーツをいっぱいまで上げると最悪これ外れてしまうことがあります。ここの部分のクリアランスはですねこういうふうに一回つま先を立ててからカバーを上げると、一応クリアランスの干渉は起きないんじゃないかな、少なくとも外れることはないと思います。なので必要ないのに変形プロセスで一回つま先を上げるということをやっていました。まずここが1点目。そしてもう1点はですね、足の部分のこの素体の足を一番奥まで入れて足の裏の穴にこの中についている突起を入れるっていうプロセスなんですけど、まあはめることは可能なんですが、普通にまず素体をこう下ろしていくとですね、ちょっと内側にご覧になれるでしょうか、このパイプを表現しているパーツ、これにつま先が当たってしまってちょっとスムーズにいかないんですよね。ここを通すためにはつま先のなんていうか素材の柔らかさを使って押し込むっぽく下へ入れるっていう感じにしないといけなくて、ここがあんまりスムーズじゃないですね。加えてかかとの部分の穴をこのジョイントに入れるっていうこの作業が、ちょっと細かいところに指を入れて不確かな方向に押さないといけないので、取り付けろと言われてもちょっとやりづらいっていう部分がありますね。まあ外れやすくはないので一度つけてしまえばそこそこがっちりいくんですけど、この取り付けがあまりスムーズじゃないなと思いました。そしてもう一点、ここがおそらくこのスカイグリッドマンの一番の難点ですね。今言った足のあたりに関してはですねちょっと細かいことなのでそんなに気にならないという方もいると思うんですけど、これは気になるんじゃないでしょうかね。メットの取り付けがあまりきちんとはまらないんですよね。メットの部分はですね上のトサカのクリアランスのためにこういうふうにキャノピーが開くっていう面白いギミックがあるんですけど、その関係上ほとんど頬当ての部分だけみたいな感じの浅いホールドで付けないといけなくて、ちょっとですねここが前2つの合体形態に比べるときちんとはまらないですね。かなりグラグラしています。後ろの部分のこのケーブルのあたりが長く出ているとケーブルの弾性で引っ張られたり押されたりして、それだけで角度がちょっとずれてしまったりすることがありますね。というかですね、グリットマンの素体側の方当てがこのパーツの中に完全に収まるところまで入れるべきなのか、そうでなくていいのか、合体するとどこまでハマればいいのかを確認できる大きな絵素材が全くないんですよね。設定の通りだとグリットマンの方当てはこのメット側の方当てと方の部分の間に挟み込んで外へ出るみたいな感じになるんですけど、そこが溝が掘られていないので全く同じその合体にはならないと思うんですが、素体側をどこまで押し込んでいいものなのかを確認できる絵素材がなくて、ちょっときちんとはまっているのかどうかの確認も難しい上に、ここまでしかおそらくいかないんじゃないかっていうところまで押してもちょっとグラグラしていてきちんとはまらない感じですね。これまでのマックスグリットマンとバスターグリットマンの時は逆にメットのハマりが硬すぎて外そうとして上に引っ張るとグリットマンの頭ごと取れてしまったりすることも起きるぐらいの相当がっちりしたハマりだったんですけど、これは一転してメットのハマりが浅くてなかなかきちんと位置を固定できないですね。顔のパーツの位置の固定が難しいっていうのはちょっとこういった合体ロボとしては難点なのかなとも思います。では今まさに言った顔のアップをお見せしておきます。位置固定こそちょっと不安定なんですが、基本メットをかぶせた状態の顔そのものは非常に形状的にはよくできていますね。かなりニュアンスを捉えていると思います。これまでの2つの合体同様にちゃんとこの目の部分もクリアパーツになっていて、下のグリットマンの目が覗くようになっていますし、このキャノピーが上がってトサカが逃がされるっていうここもちゃんと劇中通りに再現されていますね。そして何よりもこのなんて言うんでしょう、スカイグリットマンというニュアンスを組んだこのパイロット用の機密ヘルメットっていうニュアンスがちゃんと出ていて、そのあたりの造形もよくできていると思います。固定がちょっと緩いのが惜しいですね。それさえなければ形状はバッチリなんですけどね。なお可動に関しては基本的にグリットマンの素体がこんなに大きく出ているのでそれほど差はないですね。
頭のメットもちょっと特殊な形をしているんですが、肩に別に邪魔されない上に、後ろもこういう風にかなり長いケーブルがあるので、繋がっているとはいえ、それによって可動が阻害されるということはありません。唯一ちょっと可動に阻害が出るのが膝ですね。ここまで深々と足のユニットが被るので、膝はほとんど曲がらなくなってしまいますが、逆につま先とかに関しては、元々のグリッドマンよりもはっきりとニュアンスがつく感じで足されるので、膝がちょっと曲がりづらくなるというところ以外は全く可動の阻害はないと思います。さて、それでは大きさを比較していくことにしましょう。といってもですね、台座に取り付けないと立てないという感じなので、台座の一番下、この板よりもさらに下の机の部分までつま先がつくように支柱を調整した状態にしてあります。いつも出している12分の1のネゴシエーターを横に置いてみるとこんな感じ。いかがでしょうか。これまでの2つの合体に関しては基本的に頭の高さが高くなるっていう身長が伸びる合体ではなかったので、ボリューム感では大きくなっていましたけど、あんまり頭の高さの差は詰まっていなかったんですが、今回は合体する箇所が主に足、しかもつま先が下へ向くようになっていて、高さに関係する合体になっているので、ご覧ください。ミクロマンくらいの大きさだったあの素体が合体を果たしたことで、こちらの6インチのフィギュアと頭の高さほぼ同じになっていますね。なかなかに大きさがあると思います。以前ご紹介したこちら傑作型 CG のオプティマスプライムボイジャークラスのアイテムですが、これと並べてみるとこのぐらいの感じ。まあボイジャーと比べると少し頭小さいですね。ですがちゃんと並べておけるぐらいきちんと大きさがある感じになります。これはなんていうか、ちょっと大きめのフィグマぐらいの感じで遊べるフィギュアっていう大きさですね。ではこちらのスカイグリッドマンに、先ほどお見せしたこちらのバスターボラーと合体したバスターグリッドマン、この2つに関してこれまでご紹介した全てを合わせていろいろポーズをつけてみるとこんな感じ。以上、アニメグリッドマンメガハウスアクティビルダーデラックスアシストウェポンセット第2回バスターボラースカイビッターのレビュー、いかがだったでしょうか。はじめの動画でもお伝えしましたが、こちらのセットはめちゃくちゃプレイバリューがあって、総計7つもの形態を再現できるんですよね。次回はいよいよ個別のアシストウェポンではなく、全てのアシストウェポンを使った形態を見ていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。キューブでした。はい、楽しんでいただけたでしょうか。今回の動画面白かったという方は、ぜひ高評価のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それとチャンネル登録は動画の下の赤い登録ボタンか、またはトークを最後までご覧いただくと、このすぐ下にボタンが出てきますので、そちらから登録できます。よろしくお願いします。さて、今回のボラーとビットのレビューいかがだったでしょうか。次回はいよいよ先ほども言った通り、全てのアシストウェポンを使った形態をお見せしていきたいと思います。まだちょっとこちら後ろ姿のままなんですが、これもなかなかよくできていますね。ところで今回、まあとにかくケーブルギミックが非常に特徴的だっていう、そういうところを何度も動画の中でお見せしたんですが、ロボットって結構ケーブルが露出していることで、そのデザインで覚えられているものってあったりしますよね。まあおそらくケーブル露出系のデザインで一番世の中で覚えられているものって、あの一番初代のザク2の膝の横についてるパイプじゃないかと思うんですけど、それ以外にも割と関節部分とか特徴的な場所に、ああいうあえてケーブルが露出している部分があることで、そういうところを愛されてるデザインって割とありますよね。というわけで今回は皆さんに伺ってみたいと思います。皆さんはケーブルとかチューブとかが露出していることによって好きなデザインのロボ、あるいは印象深いロボ、何かあるでしょうか。下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、まあ最近のとなると自分はもう明らかにこれというか、ケーブルに関してこんなにインパクトのあるロボ久々だなと思うんですけど、それ以外でいくとですね、まあ自分トランスフォーマーのファンなので、トランスフォーマーでこう外にチューブが出てる、ケーブルが出てるっていうと、一番最初にまあショックウェーブが出てきますよね。あのショックウェーブのパイプはデザインとしてはまあ1980何年とかなんで、ものすごい古いんですけど、未だにショックウェーブが出てくると、あれ特徴的に、確か劇場版のものもああいうケーブルじゃなかったですけど、こう長いケーブルみたいのがあったりして、割とあれ今に引き継がれているデザインですよね。ショックウェーブ以外でいくと、そうですね、
最近のアニメとか特撮とかに出てくる感じの SF ロボって割とですね、ケーブルが露出してるがないようなロボが割と多い気がしますね。というのはやっぱりちょっとローテクっていう感じの見た目になるので、そういうのがふさわしくないというか、あまりリアリティがないと逆に感じられるぐらい世の中のいろんな IT とかが進歩してきて、あまりケーブルっていうデザインが先進的な技術を象徴するロボットみたいなものに採用されなくなってきている感じは少しありますね。ですが、ガンダムとかは割と今でもケーブルを使っているような気がしますね。まあこれはおそらくケーブルがより良いと考えているというよりは、昔デザインされたモビルスーツの流れを組んでいるというふうに演出するためにケーブルをあえて取り入れてるみたいなところもあると思いますけど、一方で例えばですね、ガンダムエクシアみたいなあの平型のケーブルが表に出てる感じすごい面白いですよね。ああいう感じであえて取り込んでいるものもないわけではないですね。自分はですね、最近のものでもう一つ思い浮かぶものとするとゾイドですかね。最近ゾイドワイルド始まって、ゾイドもですね、ゾイドワイルドだと結構ケーブルが露出している系のデザイン少ないんですが、それでもやっぱり一部のゾイド、やっぱり一番典型的なのはあのサーベルタイガー型のやつの首の横にこうケーブルが出てる、あれなんかまさしくそういう感じのデザインだと思うんですけど、割とゾイドは今でもそういう感じのデザインをうまく活かしているものが多いような気がしますね。皆さんはそういったケーブルとかチューブとかが露出している系で好きなデザインのロボ、あるいは印象深いロボ、何かあるでしょうか？ご意見お待ちしています。